高わらびかディクソンヤッチは、シダ植物の一群。ヘゴ科のように、木製シダとなる種を多く要する。どうかにまとめたこともあるが、放子能群などの形質で区別される。根茎は直立か斜め、高く伸びて、樹木状となるものもある。茎には、複雑な盲状中心柱があり、表面は多細胞性の長くて、黄金色の毛で一面に覆われている。傭兵には、 関節がなく、基部は太く、長い毛が密生する。葉は大型で、鵜状を服用。列片は、先端型が,があり、葉脈は有利する。胞子脳群は、葉脈の先端、葉の円下その近くに生じる。包み膜は、胞子脳群を囲むようにコップ型か二2枚の弁が挟む、形。胞子脳の艦体は斜めに完全に巻き、順々に熟する。胞子は、四面体形。 この群は木星種だである点を含め多くの点でヘゴ化のものに似ている。ただし明瞭な違いがいくつかあり、それは以下のような点である。このうち遠征か面星かの違いは薄の押しだるいのに大系統をなすとの考えがあり、これに基づけば両者の類似は見かけだけのものと判断される。その場合、本家はふさしから巨大化の方向に進化したものと考える。 本家の宝子の国や包み枠は、四大類中でも特殊なもので、似たものとしては、シノ部化が挙げられる。このことから両者を禁煙とし、それぞれ同一の祖先から、本家は巨大化、ノブは矮小化と、正反対の方向に進化したとの説もある。他方で、ヘゴ化と本家の両者ともに艦隊が、宝子のを斜めに取り巻くことや、 両者の特徴を合わせ持つ属が存在することなどから、両者は同一の系統に属するとの判断もあり、このトガをヘゴカに含める説もあった。分子系統の情報からは、この考えを支持する結果が得られている。五内種六属を含める。リクソニア属は、熱帯域に約20種、タカアラビー属は10種ほどがあるが、他の属はごく少数の種を含むのみ。日本からは、 高わらび族の一種のみが確実に知られている。リクソンヤッチ高わらび開花。被災は、主として、岩月編、P99 この章は、主として、岩月編、P95、P99 初島、P141 ハットハセベエトール、西田 P66。ありがとうございます。